久保さん、麻雀の世界も、茨の道ですね。まあ、今回ね、スロプロ、スロプロの基準にしましょうか。スロプロ、年間2000万稼ぐ、スロプロの基準。年間2000万稼ぐ、スロプロの基準。とかにしようかな。あの、以前、弟子をやってて、あの、その、弟子の中にね、スロプロがいたんですよね。 で年間2000万ぐらいね、まあ、打ち込も使って、まあ、組織的にやってて、まあ、10年以上、スロットをずっとやってて、ずっと売り上げ作り続けてるっていう子がいて、ただ、まあ、スロットは肉体労働だから、まあ、限界があるっていうことで、まあ、ネットビジネスの方にこう、入ってきたんですけど、も僕、その子の話を聞いてね、びっくりしましたね。どういう、う本当びっくりしたのが、まあ、僕もスロット昔やってたんですけど、 まず、1万回回す。朝から晩まで回して、最低1万回回すっていうのが、当たり前らしいですね。1万回。これね、1万回回すって結構しんどいですよ。まあ、いや、スロットやったことない人だったら分かんないかもしれないですけど、最低ですからね。当たり前。1万回回す。だから設定6とかに座った場合は、もう絶対1万回すみたいな。です。じゃあ1万回すために何してるかっていうと、 水飲まないいらしいんですよででなんで水飲まないかっていうと、水飲むとションベン行きたくなると。で、ションベン行ってるとかトイレ行ってる時間もったいないから、まあ水は絶対飲まないと。で、ずーっととにかく打ち続ける。狂ったように。回す。ガンガン回すってこと言ってて。もうそれ聞いたときに、あ,あ,あ,あ無理だなと <laughs> や。やっぱ、どんな世界でも、やっぱプロはちゃうなと思いましたね。 できます。大体その、あのパチンコとか行ってる人って、なんか当たったらね、コーヒー、缶開けてね、ふーみたいな感じじゃないですか <laughs>。ね。ウィーみたいな。いや、プロはちゃうんですよ。もう一滴も水飲まないみたいな,な。なぜかっていうと、トイレ行ってる時間すらもったいないと。だって設定6に座ってるんだったら、打った方が絶対確率は確率ですから、あんなのは。確率上がるじゃないですか。 うん、もちろん絶対勝てるわけ、設定6だからといって絶対勝てるわけではないですけど、まあ、間違いなく勝てる確率は高いわけですよ。じゃあ勝てる確率の高い台で打ちまくった方が、それは勝てる確率上がりますよね。ドア開いても。なんで、あの、そういう話をしててね、僕は、すげえなって思いましたね。うん、だから、まあ、い、だから当たり前に1万回回しますってこと言ってて、だからうちのチームで1万回回さなかったらダメですね、みたいな。当たり前です、みたいな。 その、その集団でね。うん。だからやっぱね、本当にお金稼ぐ人の基準っていうのは、どのジャンルでもね、やっぱ基準高いっすよ。そりゃそうっすよね。そりゃそうっすよ。うん。でもなんか、なんかパチンコとかスロットっていうと、なんかギャンブルなんじゃないかなとか、なんかその、一攫千金なんじゃ、一攫千金というかね、そんな、そんな稼ぎ方どうなのとかあるじゃないですか。 でも、そのプロ意識でやってる人は、もはや、うん、普通のサラリーマンの人よりすごい意識で、スロットに、この、向き合ってんじゃないかなと思いますね。うん、機械にね。だけど、なんかそういうふうに指さしてね、それはダメだとかね、それはギャンブルだとか言ってる人ほど、なんかそんな意識で仕事してないんじゃないかなと思います。いや、僕、それ聞いたときね、すごく学びがありましたね。 やっぱ結果出すやつはやっぱちゃうなと。だってそれ10年以上やってるんですよ。で、10年以上それで飯食ってきてるわけですから、すごないですかうん、スロットで、だからあとは、やっぱその店舗のね、立ち回りとかも、ノートめっちゃ書くし、あの、なんだ、そのお店の、その1ヶ月しっかりリサーチしたりとかして、そのお店の特徴ですよね。だいたいここの島に出すとかね。全部ノートに、あのメモ帳にこうやるとかね。 やってたっつってましたからね。徹底してますね。本当に。すげえなと思いました。で、その子と一回そのスロット行ったんですけど、まぁ、あ、マジで速いですね。コインの入れる入れ方もクソ速いし、もうめちゃ速いです、とりあえず。もうなんかもう、なんすかね、あの速さ。なんかね、なんかと異様でした。コインの入れ方と、この押し方と揃え方の、 速さが尋常じゃないでですマジで <laughs> 僕からすると神レベルの速さでしたね。だからまあマージャンでもね、もうプロのその20分ぐらいでやっていく人は多分超速いですよね。多分ね。もう僕マージャンできないんであれですけど。やっぱプロはすごいですね、うん。だからまあ、プロみたいな収入を得たいわけですから、うーん、なんかその基準だけはね、なんかその持っといた方がいいんじゃないかなっていう。 うん、最低でもなんかそこまでやるっていう、うん、まあ結果は出るかどうかわからないけど、でも事実があるとするならば、プロはその基準でやってるよって話です。うん。じゃああなたがプロになれるかどうかわからないと。だ,だけど、あのその基準でやらずしてプロになってる人はなあんまりいないんじゃないかなっていうところですね。うん。はい。いってらっしゃい。